上条勝久8月29日から2011年12月27日は日本の内務官僚、建設官僚、政治家、参議院議員を務めた宮崎県小湯沸高鍋町出身、旧正高鍋中学校卒。1936年に宮崎県庁に入り、1941年に内務省に転じる。1945年、 内務省国土局内務理事官。1957年、国土地理院総務部長になる。建設省大臣官房福利厚生課長を経て、1965年、建設大学高校長。退官後、全国建設研修センター理事長、日本道路公団顧問を経て、1974年の参院選で、宮崎県選挙区から、 自由民主党公認で立候補して当選。2期務めた。この間、1977年から1978年まで、科学技術政務次官、1981年から1982年まで、参議院地方行政委員長に就任。1986年の参院選でも立候補、したが、無所属の上杉光弘に敗れた。 1992年、北海道測量専門学校校長に就任。2000年、退職。2006年、町民の安全な暮らしや交通網の発達に大きな功績を挙げたとして、高鍋町名誉町民に水災された。2011年、死去。宮崎県職員時代、当時機場町にあった、武者の工事さねの新しき村の場所に、 ダム建設が行われることになり、上条は土地収容の交渉に当たった。村に20日間通い詰め、労働を手伝い、夜は文学を語り、当初ダム建設に絶対反対だったサネアツに気に入られ、ついに反応させたという。ありがとうございます。